はい、こんにちは、ビッグボーイと。はい、こんにちは、のひです。今回もベイデイ2、前回はグダグダなカジノハウスを、はい、カジノ終えてやっていきますよ。今回は何をやるのかというと今回はアフターショック。内容はね、これもあの前回のカジノとは違ってもう事前にプレイしてあるので、もうグダることはないでしょうと、はい、どうだったらないと思います。前回同様のジローで、ミニガンと、ストリートスイーパーショットガンなどなどで、ノヒューは、SMG とグレポン。そう。で、彼は今、ないこと、彼はなんでか今スーツを着てるんだけど、そのなんか、ソコルだっけ、ソコルのパークか何かを入手してて、敵を撃つと体力が回復するという公式チート並みの能力を得てるので、彼はほっといても生きているといった感じで。そう、僕はね、あの本当動画見てるならね、ちょっと僕の体力ゲージにね、ちょっと注目してくれたら、もしかしたら、あれなんだこいつって、チートかって。敵がいればいるほど回復するっていう、もうね、とんでもない役割。そうそう。最強なんですね。まあ、とりあえずやっていきますか。はい。まあ、じゃあ、このアフターショックは、まあ、簡単に、要点をまとめると、とんでもない地震が起きました。で、高速とか崩落しました。で、現金輸送車がいました。で、中身をぶんどって、四方で道を切り開いて、バーンをよこして、中身詰めて、で、バンゴードヘリに輸送してもらって逃げます。はい。はい。まあ、そういった感じです。すごいクズいステージで。で今回は、ね、ゲスの極み。ベイデイギャンク以外でも味方がいるんですね。ここに味方、なんと味方がいるね。まあ、とりあえず倒す。味方がね。味方だっちゅうて分け前をね、渡さない精神がね、働いている。そうそうそう。まあこれでね、割る、まあ母数が何歩か分かりませんが、まあ割る90だとしたら、まあこれでまた88なんだ。割る88。あ、来てる。まだうまい棒入るかな。でまあ僕は今このミニガン装備してるんだけど、そのアップデートで謎バランス調整が加わって、そう、あの今、いまだに修正されてないのかな。移動スピードがとてつもなく速い。おまけに強い。素晴らしい。楽しいですね。めっちゃ敵いる。ただあんま遠距離は黒か。あ、嘘。仕留めたで。レーザー仕留めてくれたで。今日もね、ジローは元気だ。もうジロー元気ですね。あとはあのミニガン弾消費しやすいからなるべく回収していきたいな。あ、どうぞ。ミニガンね、回収率少ないから。あ、少ないんだ。あのミニガンで大丈夫だったかな。ミニガンこそね、ミニガンこそあれでやったほうがいい。弾薬でやったほうがいい。箱でコバック。そうそう。いや今回サブショットガンだからね今回弾の消費これかなりやばいかも。あ、だけど、盾は任せなさい。あ、テザー。あ、見えない。テザーがホワイトアウトした。OK、層回収で、オープン。はい、中身いただくよ。次どこかな？待ってね、まず次の番がどこにあるかによって、置く場所が変わるっていうか。OK、とりあえず中から出す。で、まあ、これ、石にはあるの？結構なぜかこれ敵回収していかないから、どこに置いてても盗まれることはない。そう、まあ重いからね。実はね、何入ってるか分かんないですよ。お金じゃないの。で、現金輸送車なら塩が入っているかもしれない。塩、金庫に塩入れちゃう。次のバンドの場所分かった？見え。待って、ブルちゃんいる。こっち盾が拒まれてる。やべ、ブルから逃げないと。シールド取った。出て。あったあった。こっちだ。いや、シールド多いね。リロードして。あ、ブルかこれ。ブルちゃんバイザー割れたかな。いや、割れ、出て。リロード。いるなここ。リボルバーにするなかったかな。あ、やばい。
出てて。ボイ今助けに行くぞ。助けに来て。あ、いたいたいた。あれバイザー割れてないまだ。リロード。ちょっと今回俺ちょっと武器の弾数これ相当減るわ。大丈夫大丈夫。俺がちょっと節約しないと。ドーザーオッケー。え、ドーザーもう一人いる。マジで。いや、お金とね弾薬はね、本当ちゃんと節約しないとダメですよ。リロード。で、その節約してあったお金をソコロの DLC 割り当てましょう。割り当てない。待って、クローカーもいるし。ちょっと使っちゃうか、しゃあない。やばい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 。リロードが。あー、ちょっと待って、弾置きます、弾。よし、殺した。これは弾薬がたくさんないとね、まずいな。まあ、そのためのね、そのためのボーイの弾薬箱ですから。そのための弾薬箱。リロードして。リロード長い。で、バンがどこにあったんだっけ？そっちそっち。オッケー。ここ見える？こっち。この柱の向こうにあるんだな。あっちか。テイザー？テイザー。テイザー向こう行ったな。とりあえずここの橋を行っちゃおう。まあ別に下に落としても。けど結局下に行かなきゃいけない。あ、とりあえずドリル開けといて。オッケー。あ、あれか。これは任せろ。バンを打ち壊す。一応下で使うように1個ぐらい弾薬箱残しときたいから。もう上で使うなよ。ここに弾薬箱節約。ここに弾薬箱置いてよかったかな。僕ちょっとこっちの方で展開するわ。もう1個は下に持って、下で取って。そうだね。いや、出てて。あ、本当に回収率低いな。そう、最初本当は回収できなかったけど回収できるようになっちゃって、それもクソしょっぱいっていう。まあでもないよりかはマシか。とりあえずどんどんこれをどうかな。痛い痛い。よっと、あ、来てるな。解放射器とかの弾も回収できるんですよ。なんでそんな弾持ってんの。解放射器。待って、ジャブってる。あ、まずいまずい、危ない。で、ジャムを直すぞ。はい、そこい。ほら、セーフだ。来てる来てる。ほら、金庫だ。はい、で、持て。俺にぶつかねえ。おい、とりあえずまだ上にダイヤルバボ。おならじゃないぞこれは。上にまだ弾薬箱あれ置いてきちゃってるから、後で回収しよう弾を。ブン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 。あ、ドリルジャムってる。え、さっき直したばっかだけど。あ、どうぞどうぞ。いる。やばいやばい、殴られた。青降りてきてるよ敵。あ、どうぞどうぞどうぞ。あれ、ここ当たれない。危ない危ない。死ぬ死ぬ。じゃあどうした。ありたまを混ぜた。ありたまを全部撃っちゃおう。うわ、どうぞ。剥がれた。割れた。死ね。よしよし。で、向こうで弾薬取ってこないと僕まずいな。ラウドはどのくらいで終わるだろう。あともうそろフェイドになるはず。あ、まだジャムできない。待て、足りない。ショットガンだ、しょうがない。今回かなりこれ効率悪い武器にしちゃったな。あー、マジか。どうだった。もう一気リロード。ショットガンまだある。たまドーザー殺しで大変だ。グレネード。おお。おい、ちょっとこっち来れる。俺が死んじゃいそうだ。そっちか。あー、危ない危ない。はい、
弾が取りに行けねえ。ラウド持ってくれ。バイザー割れた。よし、オッケー、ありがとう。いいね、このぐらい熱いとね、楽しいんですよ。これ難易度オーバーキルだったよね、確か。オーバーキル。テザーか、これ。オッケー。弾を取りに行きたいよ。オッケー。リロード、リロード。やばい、やばい、やばい、やばい。弾取ってきます。いってらっしゃい。オッケー。ああ、全部お前のだ。取ってこい。これ以上取れないな。じゃあまあとりあえずこんなところで下降りるか。よし、じゃあとりあえず銀行全部下に落としましょう。待って、リロードが済んでない。ミニガンのリロードが済んでない。済んだ。またブルちゃん来た。ブルちゃん率高いぞ。可能な限り弾回収していこう。やばい、殺しきれなかった。硬い硬い。ほらドラゴンヘッドショットだ。オッケー、中身を出すぞ。おい、よし、じゃあ俺は金庫を落とすぞ。左の端っこから降りるか。100メートルから、テザーいる。から落としても大丈夫なのか、金庫。おい、で、ベインが。あれ、よく考えたら僕の弾薬もやばいんだよ。弾薬向こうに余ってるから。いや、さっきのうちに取っとけばよかったのに。いや、まだ自給自足できるか。で、ベインが C4 を届けるのを待つ。さあ、下に下ろすで。お茶でも落としながら C4 を待ちましょう。セーフ。お茶でも飲んでね、C4 をね。お茶飲んでる暇なんてないぞ。あ、テーザー生きてる。あと6発でテーザーを殺せと。殺したぞ。で、弾薬がない。ミニガン。なんでこいつら弾薬を落としてくんねえ。あ、またテーザー。やめて。仕方ね、もう殴りだ。弾薬があるので殴りだぞ。これをとにかく下に運ばないと。どうだどうだ。オーマイガー。どうよ、ダメか。バレてない。あー、ちょっと弾薬をね。弾薬が、あー、敵また来てる。ドーザーを殺せ。いてて。あれあれ、またドーザーもしかして。違う、ドラゴン倒れた。あ、あれだ、黒かいる。黒か。オッケー、やったやったやった。メタファッカ、よし。はぁ、弾が、弾が、弾の減りが早いよ。縦いる。まあね、弾薬が下になるまで待つんだ。弾薬下に一回降りて拾うぐらい。リロード。ここだ。よし。いやー、これほんと楽しい、この DLC。 グズグズ しないで、下にスーツ姿でね、この特攻するという気持ちよさ、みんなに味わってほしい。いや、よくよく見たらドラゴンとジャケットもそんなに重装備してない。重装備してんの僕だけじゃないの。そう、ジロー、お前だけブルドーザーだ。あ、やばい、弾が消えた。そう、いててて。下に行ったら、戦えと。下に行ったらちょっと体力出してもらおうかな。体力、まあ一応出すけど。非常に痛い、いててて。C4 が来たぞ、C4 が。C4 も来た。ちょっと早めに降りて下で待とうと。ベンチ仕事取ったんじゃないかな。降りるぞ。ベンチ仕事早い。あ、近い。とっとと取ってさ、向こう行っちゃうか。これ取るわ。 C4 エクスプローセーブ。よし、行くぞ。ダッシュだ。弾薬をくれ、弾薬を。こういう時こそミニガン装備しろよ。足速いな。あ、そっか、矛盾してる。お、早い、足速い、早いよ、俺の方が早いぞ。52歳のおっちゃんを。あ、弾ねえの忘れてた。やばいやばい。
前方に敵。これはマトリックス張りの格闘術で。あ、あれ誰かいる。殺すぞ。え、あ、殺すの。何も悪くないじゃん、その人たち。ホームレスに罪はないだろう。知らん。なんかいたら殺すんだよ。動いてるものはアクセスを教わらなかったか。え、ペイデイの世界でそのホームレスは一般人と満たされないの。一般ピーポなんかいないよ。地震の時にな、避難してねえやつ、俺たちと同類だ。まさか地震起きた直後なのに彼らは普通にキョトンとしているのか。よし、運転しよう。じゃあ助手席で待っています。ペイデイ2でもこっち見た。顔ひどい。さあこれでジャケットとドラゴンのとこまで、どういうルートで行けんだっけ。よいしょ、あの金庫の場所まで行く。ちょっと右折していくわ。ここ二人とも避けて。あー、ナッツ運転だ、ナッツ運転だ。縦じゃん。あ、つぶった。痛い痛い。縦ぶっ倒れた。鼻が折れる。縦だ、縦潰れちゃったよ。気のせいだ。バックで入れろ、バックで。バックで。よいしょ。さあ降りて先に。あー、この音やめてくれ、この音やめてくれ。あー、レクソフォーデッドを思い出す。降りて先に回収してこい。よし、よし、ここでいい。よしよし。ちょっと弾薬出してもらえるさ。オッケー。弾薬オッケー。回復はいいか、回復はいいか。回復とりあえずここまで行ってからにしよう。まだ1回燃費悪いから僕も弾薬取るわ。いや、上半端な、はい、すげえ敵。敵の数半端なかった。今一度早く積んで行っちゃおう。スタコラさそうだ。警察もさ、こういう緊急事態時ぐらいさ、強盗なんてほっといてさ、民間人の安全の確保をね、務めようか。それは、それは自衛隊の仕事だ。いや、ここアメリカ、多分アメリカだし、ここ。ね、海兵隊で投入してんのか、これは。海兵隊。どこにいるんだ？スワットとも。お前らはな。スワットとシールズが切れるの。まあ、FBI がなんとかしてくれるでしょう。アメリカ CIA が色とりどりすぎでしょ。色とりどり。さあ、ママが何とかしてくれるさ。はい、積んじゃおうね。全部か。ペイデイで。よし、乗り込め。顔何回見てもその顔おかしい。ジロージャケットが襲われてる。よいしょ。あやほら、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 怪我しても知らんぞ。いてぇ。こっちだ。はい、到着。よし。降りろ。あ、もうちょっと前にしとこうか。はい。お、いいね。え、フレアタクよ。フレアタクを設置して。さあ、あとここで防衛するぞ。じゃあここに回復を設置しときまーす。オッケー。まで来たらもうクリアだ。回復しとくわ。あとは逃げるだけ。念のためにちょっと弾を温存していこう。リロード。いいよ。事前にプレイしておくだけで、こんなにスラスラ。そう。くだらない。全然くだらない。視聴者がイライラしない。快適な強盗ライフを楽しむことができる我々は。強盗というか、いや、カジノとか見たらね、何してんだこいつ。でも強盗というかもう略奪。立ち回りもクソだし、エイムもクソだなと言われてるかもしれませんと。で、ペイデイが略奪だぞ。せい。これは強盗だ。あ、もうこれほとんど略奪だ。これはひどい。むしろペイデイでね、強盗したことありますかね。どうだろう。なんか民間人が全員死んでるような。よいしょ。人質というガンデーはないの。ここ歯取るんだ。そい。あー。これ刀ずっと構えてるとジローがうなり声を上げる。よいしょ。ジローのうなり声。で、スナイパー。スナイパーこれじゃ狙えないからよろしく。
俺も狙え。いやミニガン強えだろ。ミニガンで狙え。いやミニガン腰ダメだし。来るのか。あー来たー。よいしょ。あっあっ、なんか聞こえる。サーフェイザーだった。ジロいいよいしょ。さあこれどんどん来い。ビスキュイに近いものを感じるな。うわあ、なんか俺トイレの中に入れんだけど。トイレ俺ここでこもってるわ。あ待って黒見てこれ見てこれじゃない。フェイザーフェイザーと腹の調子が悪い。腹の調子が悪い。ああわあ、あ、じゃあね、二人でトイレ入ったらまずいだろ。これはやばい、これはモザイクだ、モザイクモザイクだ、自主規制だ。あーあー、やばスナイパーだ。すごい、俺がトイレ入ってたら倒すぞ。いや、これミニガンじゃ、ミニガンじゃスナイパーは狙えません。じゃあ俺に任せろ。あー、狙えた。出て出て、ノックバック。トイレから出てスッキリだぜ。ヘリが来るのが遅いからね、しばらくここでイモらない、イモイモしないといけない。イモイモ、これ今車を運転できないのか。今できないのか。今運転しちゃったらちょっとね、ベインが落ちちゃう。いや今運転してこの辺の人々を敵を。さあこの刀で、はぁはっはっ、よいしょ。ついてこんかい。あ、来た逃げれるぞ。あ、敵が結構いる。さあ、退却だ。よし、あと乗るだけだ。あれははは、俺も乗って逃げよう、乗って逃げよう。早く、おーし、よし、早く、やってた、早く。アメリカでクロスがめり込んでる。よし、はい、バイバイキン。やったバイバイ。はい、はい、バイバイ。お疲れ様でした。はい、オッケー。まあこんな感じでアフターショックトラックごと回収。そう、かっこいいね。いやね、自然災害を逆手に取るというね、もうね、下道な彼ら。なんやかんやで218万ドル目撃ゲットできるね、これで。そう、あの金庫の中にどんだけ何が眠ってたのか知りませんが、塩が眠ってるのか。塩が眠ってんじゃないの。塩高いなこの世界。あんなに塩手に入れてどうすんの。まあじゃあ今回はこんなところで。はいはい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。